高校生の熱い指示、体育の先生になってほしい芸能人平野志耀が2位に輝く。芸能界のスターたちが高校生たちの心をつかむ体育の先生になってほしい芸能人に選ばれるという波乱の結果が発表されました。ING 社が運営する渋谷トレンドリサーチが100人の高校生男女にアンケートを実施し、 その結果、お笑いタレント中山金に君が1位に輝きました。しかしその裏で、キングプリンスへの平野仕様が2位にランクインする快挙を成し遂げました。この記事では、平野仕様の魅力とその指示の背後にある理由に迫ります。平野仕様の指示と魅力。 平野紫耀シハラは、元キングプリンスへのメンバーとして音楽活動を行い、その歌唱力とダンスパフォーマンスで多くのファンを魅了してきました。しかし、今回のアンケート結果によれば、彼が体育の先生になってほしい芸能人として高校生たちに支持されていることが明らかになりました。その支持の理由は以下のような要因が絡み合っています。 1. イケメンな容姿とスタイル。平野紫耀は、その容姿とスタイルが非常に注目されています。彼のイケメンな顔立ちと、トレーニングによって鍛え上げられた健康的な体つきは、高校生たちにとって理想的な体育の先生像を形成しています。 アンケート回答者からのコメントにも、先生がかっこいいとやる気を出して取り組める、身体能力が高く体育のお手本になりそう、といった声が寄せられました。2、ダンスと体力。平野市要はキングプリンスへの一員として、ダンスパフォーマンスを披露する機会が多く、そのダイナミックな動きは多くの若者たちに刺激を与えています。高校生たちは、 彼の体力やダンススキルを尊敬し、自身の体力向上に彼を取り入れたいと考えているようです。3. ポジティブで明るいキャラクター。平野紫耀は、その明るくポジティブな性格でも知られており、アンケート回答者からは、見ていて元気になるとの声が多く寄せられました。 体育の授業は時にハードなものであり、明るいキャラクターの先生がいることで生徒たちのモチベーションが高まり、授業がより楽しくなるでしょう。平野志洋の今後の展望。高校生たちからの熱い指示を受け、平野志洋は今後、自身のキャリアに新たな可能性を見出すかもしれません。体育の先生になることは、 彼が若い世代に肯定的な影響を与える機会となり、ファンとの絆を深める一助となるでしょう。他のランキングとの比較。平野志洋が2位にランクインした、体育の先生になってほしい芸能人のランキングにおいて、1位はお笑いタレント中山金に君でした。中山金に君は長い芸歴を持ち、そのユーモアと明るさで多くのファンを魅了しています。 彼が1位に輝いたことは、その長いキャリアと安定感を示すものと言えるでしょう。また、3位には YOU でタレントのフワちゃんがランクインしています。フワちゃんは明るいキャラクターとポジティブなエネルギーで知られており、彼女も多くの若者たちから指示を受けています。 高校生たちが選ぶ体育の先生になってほしい芸能人のアンケート結果から平野志陽が2位に輝いたことが明らかになりました。その魅力は容姿、ダンススキル、ポジティブな性格など多岐にわたり、若い世代にとって理想的な体育の先生像を形成しています。これからも平野志陽の活躍に注目が集まり、 彼が若者たちに健康的な生活や運動の楽しさを伝える機会が増えることでしょう。彼の明るいエネルギーが多くの生徒たちに影響を与え、体育の授業がより楽しく充実したものになることを期待しています。